おすすめのベスト3を紹介します。イエーイ。それでは第3位、デルル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 ル好きだね。めっちゃさ、あのネットで売ってるよね。うん、原宿とか大阪、うん、にもある、うん、と思う、うん、ある、うん、あるあるある。2、第2位、デルル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 ここがね、チャックになっててめっちゃ可愛いので一目惚れして買いました。お腹の模様が可愛い。お腹の模様、あ、こうやってお腹させたら魔法が使えるんだよね。キャンディー、そのキャンディーになっています。お腹させたら魔法が使えるんだよね。しかも可愛い。確かめっちゃ可愛い。鼻がね、ハートになってるのがね、めっちゃ可愛い。マイカちゃんっぽい。じゃあ第1位、1位、念願の念願のせーの、でるる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 る、こちらです。かわいい、かわいい。あ、それなんかビゴーで売ってたよ。そうビゴーで買った。あのね、白とこのラメのところが白と赤とあとピンクがあって、かわいい。一番ピンクが可愛かった。なんか可愛い。うん、全部可愛かったけど、一番ピンクが気に入ったので買いました。授業中にこうやってしてたら、そうだったら怒られるよ。みんなそれだけはね、やめた方がいいかも。シールとか貼ったらいいとしてもいいよね。ああ、自分流に。いいね。めっちゃ、うん、可愛い。こうしたら、めっちゃ、ね、目がキラキラなるよ。ピンクのケースも可愛いよね。あるある。全部筆箱だね。だね。筆箱のね、ベスト3。筆箱やつ、筆箱やないかい。あ、そうなんだ。はい、以上です。以上です。ティアラチャンネル。マイカおすすめベスト3の筆箱を紹介しました。みんな参考になりましたか？視聴者さんのベスト3も教えてください。教えてください。バイバイ。